台風18号に伴う水害で茨城県境町で新たに40代の男性1人が行方不明になっていることが分かりました。こうした中、常総市では浸水した一部の小学校で授業が再開されました。中継です。常総市の石毛小学校です。今も授業をしている1年生の教室からは時折子どもたちの声が外にも聞こえてきます。生徒は全員が無事でしたが、遠くの避難所にいて通うのが難しいことなどから今日は65人が学校を休んでいます。そしてこちらの校庭は水に浸かってしまいました。来週は運動会の予定で、ご覧のように準備も進められていましたが、グラウンドがひび割れていたり消毒が間に合わないことなどから中止になってしまいました。全校集会では校長がみんなの元気な挨拶が街を元気にします。いろんな人に助けてもらったので、次は誰かを助けてあげてくださいと話していたのが印象的でした。ただ再開できたのは浸水した7つの小学校のうち2校だけです。体育館が避難所として使われていたり、生徒のほとんどが避難している学校もあり、すべての子どもたちが学校に通えるのはまだ先になります。